はい、アトラスラジオお手紙コーナーですね。はい、お手紙コーナーですけれども、まず、はい、またうまい棒が届きましたので、またうまい棒です。届きました。うまい棒地獄じゃないですか。地獄になっちゃいましたかね。うまい棒だらけになっちゃう。だらけになっちゃうな。でね、中藤優作さん、帝国神霊学院の中藤さんからうまい棒と、あとですね、帝国神霊学院の資料が届きました。あれ、最近見たかな、見てないかな。うまい棒。うまい棒。ね、ナユタも持ってきてくれて。ナユタさんも持ってきてくれたし、あともううまい棒だらけで。だらけですよ。あとね、ハルルさんがね、アイムさん宛てつってうまい棒のコーンポタージュ味を送ってきてくださいましたよ。またそんな甘やかして。私がコーンポタージュ味がないとか叫んでたので、早速送ってくださいました。もう甘やかしちゃダメですよ。ちょっと事務所のみんなで美味しくいただかせていただきます。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。いただいております。はい。ということで、声が聞こえましたが、今日はスペシャルゲストの、はい、スペシャルというわけでもないですけど、吉野夢郎さんがいらっしゃいます。はい、久々に。はい。でね、夢郎さんがいる時に読んでくださいってお便りがあったので、リクエストいただいて、そうなんです。ちょっと日経っちゃいましたけど、じゃあ夢郎さんに近すぎません。いやもうこんなめっちゃアップじゃないですか。いやこんなもんなんですか。こんなが多いよ最近アップが多い。もうちょっと引きの方がいいですよ。いやそう。あそうかな。こんな胸からね上ぐらいは入った方が。まあいいや。続行しましょう。よしじゃあ続行。はいはいということで夢郎さんよろしくお願いします。じゃあ今日は僕が最初に読ませていただきますね。ちょっとマスクしてるんで声を張って読みます。これが僕の。あそうです。これ2つあるの。でね、これを読んでもらう、これちょっとおまけでね、読んでいただこうかなと。こんにちは、ラジオネーム必殺と申します。仙台の45歳男です。不思議な体験談でも聞いた話でもなく、ただのお便りを送りつけます。ビンタロウ先生とアイムさんの漫才が好きで、いろいろ物色して聞いているのですが、時折、夢郎さんという方が出てきまして、ある時、イングベイ・マルムスティーンのことを言ってました。イングベイといえば、昭和のワールド的な大スターです。夢郎さんは若い方だと思っていたのですが、なぜ知っているのだろう、不思議です。ちなみに私はイングベイを追い求めてギターに夢中になりましたが、超絶技巧などできるはずもなく、無駄足を踏んで人生ずっこけてしまいました。さておき、夢郎さんの若いのになぜイングベイを知っているのですか？見た目は今日もとま先で混乱しています。説明してください。よろしくお願いします。ありがとうございます。見た目は今日もとま先そんなビッグ足じゃないですよ。まあ、ありがたいですけれども、私、こう見えて昭和の男でして、はい、40歳なんですね。40歳ね、で僕が中学生とか高校の頃に、イングベイ聞いてたんですけど、高校からかな聞き出して、その頃、イングベイも油のせた時期なので、時代的にドンピシャだったので知ってるという。意外と若く見えるけど若くないんですよ。はい。いや、ちょっと言い方。ちょっと老化防止でオカルトなことを。若く見えるけど若くない。だから45歳のこの方とそんなにね年が5歳しか変わらないので、はい。そうだね。見た目京本政樹ってめちゃめちゃ。いやもうちょっと恐縮すぎる。光栄とか言えないです。もうちょっと怖いです。どんな眼鏡をかけて見てんのかなっていう。でも僕、一応40歳でして、若く見られるのは、ちょっとオカルトな理由があるんですよ。はい、オカルトな理由。はい。ちょっと瞑想とかね、カラーブリージングとかいろいろやってて、で、カラーブリージングって検索すると出てくるんですけど、その中でも説明されてない独自のテクニックがある。独自の？はい。それは、夢郎チャンネルで、チェックしてください。それやるから、うちのかみさん嫌われる。いや、でもね、これ説明するのに20分、30分かかりますから。夢郎チャンネルで、とか、続きは夢郎チャンネル。どうぞ、イライラしてください、奥様。はい。もうね、もう、俺のファンはもう怒ってるよ。いいですよ、どんどん送ってくださいね、本当に。また夢郎チャンネル見なきゃいけないし。だって僕、数日考えて、一つのものにまとめたものをね、他人の番組で、やったら、ちょっと僕もね、それは切ないので、自分のチャンネルでやらせてください。まだ登録人数も少ないですし、ちょっと、はい。よろしくお願いします。宣伝に使っていただいて。お互いにバッチリの呼吸法、瞑想法があるんですよ。若返りバッチリですって。僕が証明してますから、体で。あ、そう。で、50超えたら、シュワシュワってなっちゃう。わしは一気に年を取ってしまったんじゃ。一気に。夢を一気にどうしようとなーって。それはちょっと怖いですね。可能性ゼロじゃないですけどね。ただ僕のメソッドでやればそれはないはずです。はい、あ、ちょっとじゃあこれから楽しみですね。はい、梅郎さんがね。僕でも10年間ぐらいもう全然年取ってないと自分でも思っているので。素晴らしいですね。はい。というわけでございます。僕もインドベアは大好きです。はい、今後ともよろしくお願いします。はい。はい、じゃあ交互の方がいいですよね。あ、そうですね。じゃあ次、安野さんお願いします。はい。じゃあ必殺さんどうもありがとうございました。結構ね長いことね温めてしまってました。あ、そうですね。すみません。僕は最近ちょっとね夜行性になってしまって。夜行性ですね。夜中にこの事務所に来て一人で作業とかしてた。怖。でもこの間ね帰り際会いましたもん。あ、そうそうそう。すれ違いで9時ぐらいにすれ違う。残業して帰るときに。あ、そうなんだ。そうなんです。夜の9時に僕出勤してきたんですよ。ああ。それで時計の音がうるさいって時計を外して。一人でいるとうるさいんですよね。カチコチカチコチって。しょうがないね。これちょっとオカルトな理由があるんでちょっとおまけ的に付け加えちゃっていいですかね。いいですよ。夢郎って名乗ってからなぜか僕すごい夜行性になっちゃったんです。ええ、そうなんです。ちょっと考えたんですけど、夢郎の郎ってほがらかって書くんですよ。で月変入ってるじゃないですか。はい、月変、はい。それ入れたから月だから夜になっちゃったのかな。そういうもんですかね。なんか名前の占いとかって結構統計的にすごく僕は割と結構。こういうことあるのかなと思えること多いから、なんか月って入れたことによって、なんか変わっちゃったのかな。じゃあなんか朝っていう字みたいに入れる。吉野朝郎。朝か月かって分かんなくなっちゃう。朝郎いいです。そう、朝方の人間になるよ。でもそれで名前変えたくないですね。朝郎くん。朝郎何やったんだ。朝郎って。いや今日僕5時から仕事してるんですよ。朝方だー。早すぎでしょ。なんかおかしいですね。でも朝5時って僕この間3時4時ぐらいに来たからそんな変わらなくなってくるんだよ。3時4時に来たんですか。はい、いやいやいやねえ。いやすみません。次アイムさん、はい、お願いします。はい、行きますね。はい、山口敏太郎先生、アイムさん、保坂運さん、他タートルカンパニーの皆様こんにちは。ココペリと申します。はい、ココペリさん。はい、前回は私の踏んだり蹴ったりのお話を読んでいただきありがとうございます。はい、まさか読んでいただけるとは思っていなかったので、指から出血している写真を送ってしまい、申し訳ございませんでした。うん、あ、でもこれクワガタにね挟まれて出血しちゃったやつで、ね、クワガタってそんなに力が強いんだと思って感心してしまいましたね。はい、さて、アトラスラジオサードで何回目の放送だったか失念してしまいましたが、先生や先生のご家族の方の余地の話を聞いていて、うちの母にも当てはまるかなと思いメールしました。はい、長文になります。私も弟も小学生の頃、もうすぐ出かけるからやめなさいというのを聞かずに庭で縄跳びをして遊んでいたら、たまたま着地したところに石があって、私が初の右足かかとの剥離骨折。さらに、それからしばらくして、家にいなさいという母の言うことを聞かずに遊んでいたら、弟が塀から落ちて腕を骨折。また、私が5年生の時に、そろばん教室に行きなさいというのを行きたくなくて、近所の子と野球をして遊んでいた時に、ボールがバットに当たった瞬間に体勢を崩して転倒し、右足を2回目の骨折。また、私が10歳の時、12月31日、台所から、はーいという返事をしながら母が玄関を開けました。しかし誰もいなくて、誰か来なかったと言われましたが、居間にいた父、私、弟は何も聞こえなかったので、来てないよと答えました。しかしその夜に母方の祖父が倒れて亡くなったとの連絡が、虫の知らせだったようです。虫の知らせなのかどうかわかりませんが、15年くらい前に私が実家の近くに引っ越してきて、実家に物を取りに行った時に、なぜか強引に虫かごを持たせるんです。季節柄夏場だったし、アパートの廊下にカブトムシやクワガタが来たら捕まえておいてということだったのですが、荷物を持って帰ると、アパートの廊下にメスのクワガタがいてびっくり。この子に呼ばれたのかと思うくらいでした。というように、母の言うことが逆らったりすると怪我をしたり、強引に持たされたものがすぐ使うようになったりと、若い頃は母に何かを言われるのが怖かったです。現在83歳の母は若干地方も入っているのですが、昔から天然でもあり、ボケているのか天然ボケなのか判断するのが難しくて、弟と頭を悩ませております。事務所の皆さんは、お飲み物は何がお好みでしょうか？あれ？コーヒー。コーヒーですか？よかったら教えてください。コーヒー、砂糖の入ってないコーヒー、おねだりしている。はい。ということでね、なんかお母さんね、なかなか不思議な力をお持ちしている方なんですかね。そうですね。ね、お母さんの言うことを聞かないと。うん、でも、骨折までしてしまうところが、ね、すごいですね。あと、メスのクワガタもね、ちょっとパッと見るとね、ゴキブリに見えちゃったりして、驚いたりしませんか？先生、これめっちゃ揺れてるね。見てる方、酔っちゃうよね、これ。酔っちゃう。揺れてる？揺れてる、揺れてる。揺れてる。ずっと地震みたいなこと言うから、見てる方があんまり気分よろしくないな、これ。ああ、そうか。これちょっと固定した方がいいですね、なんかね。なんかこのスマホ高級だから、ブレ防止装置とかついてないですかね。え？高級でしょ、これ。でも、ブレ防止。ダメだ。でも、どう、これ。これこうやって映ってる部分はいけるんじゃないの？うん。まあ揺れてたんでちょっと気になって、すみません話が端折っちゃって。ということで、あ、いいですか？うん。そうね、ココピリさんまたなんかひどい目にいっぱい遭っていましたね。うん。はい。ということでどうもありがとうございました。はい。はい、では次は夢を。それに対してなんかないんですか、その。いや、それに対してですか。そういう流れを持ってる人がたまにいるような気もするんで。お母さんなんか強い力を持っている人どうでしょうね。最近もね、なんか自分のことをいじめた人が死んでしまったとかそういうお話結構読んでて。その人骨が弱いですよね。そっちです。カルシウムを取りましょうよ。そっちですか。そっちが気になりますね。骨折りすぎるだろうって。カルシウムだけじゃないですか、マグネシウムと鉄分も必要です。まあ栄養分が足らないんです。アーモンド食べることをお勧めします。アーモンドは若返りにも効くので。アーモンドいいですね。生アーモンドな。焼いたやつでも大丈夫なんですけど、食後に8粒食べると、その食事による糖化っていうね、糖分の糖の糖化っていうものが防げるということ、ハーバード大学がちゃんと研究発表していて。老化を防げるという話ですね。生アーモンド健康法はね、近道さんがやったら推奨してる。ああ、だから生アーモンドはいいですよね。僕も一昨日 1.8kg 届きましたうちに。俺も毎日食ってるよ。20粒ぐらい食ってる。あれいいですよね。あ、そうなんですか。このお便りに対して生アーモンドの話で終わるのもどれかなと思うんですけど。骨が弱いになっちゃうんですか。いや、だから生アーモンド食べましょうってことですよ。っていうことでいいんですか、このお便りの見解は。そうです。ということでね、ココペリさん納得していただけましたか。はい。はい、どうもありがとうございました。はい、じゃあどうする。次も僕次読んでいいですか。はい、じゃあお願いします。じゃあこれ読んだら僕退場しますね。わかりました。はい。ビンタロウ先生、いつもアトラスラジオを拝聴しております。毎日配信ありがとうございます。いつも夕日を眺めることが好きなので、夕方の空を頻繁に見ていますが、どうも今日の雲がいつもと違うので、とても気になりお知らせいたします。手前の雲も遠くの雲も、どの雲もちぎれて細かく点描画のようになっていました。気になったのでツイッターで調べたところ、多くの方が同じ現象を見ています。ちなみに写真は大阪市内です。これは 5G、波動の関係でしょうか、それとも何かの前兆でしょうか、空豆様からの頼りでございますが、どうだね、写真を、あ、こっち入ってますね。これですか。どれ？ちぎれ雲ですよ。5G 絡んできます。これただの雲じゃない。ここはあれですか、写真入れてもらえるんですか。写真入れてもらえます。保坂さんにカラー写真入れてもらえます。これってただの雲じゃん。まあまあパッと見雲なんですけれども、まあこういったお話、まあ検証する価値はあるなと僕は思っているので、一人二人だと何とも言えないんですけれども、もっと大きなビッグデータで見てみて、その 5G がねこうまあなる前と後との比較とかで考えてみると、何か面白いなんか共通なんていうか傾向みたいなのが出てくる可能性はあると思うので、まあ、こういうことは一応、まあ、パッと見ると、まあ、勘違いじゃないのって言いたくもなるんですけれども、まあ、こういう多くの方の目によって何かが浮き彫りになる可能性はあるので、5G によって、雲とか、こういう気象現象とかに影響があるっていうけど、僕は懐疑的なんだよね。5G でそれはならないでしょう。まあ、人間の作用、精神には作用するかもしれないけど、気象現象までは影響ないと思うんだよな。なんかバタフライ現象というように何が影響してそう形作るかっていうのはちょっと未知数なところがちょっとあるので。そうだね。そうですね。まあこれ画像を載せてもらうので、これを見た方も何か他に感じることがあるかもしれませんね。そうですね。この雲はってね。だから気になった人は、コメントとかでね。やっぱり雲はまあ気にしすぎても精神を病む可能性が。なきにしもあらずなので、そこはちょっと気をつけましょう。なんでもね、龍神様に見えるとかっていう人もちょっと危ない気がするので。危ないですか？はい、危ないですね。わかりました。はい。というわけで、じゃあ僕はちょっと仕事に戻らせていただきます。はい、どうもありがとうございました。失礼いたします。はい。ということでですね、雲もね、いろんな雲がありますけどね。はい、では次いきますね。背景山口敏太郎様、新緑の頃も過ぎ気持ちの良い季節となりました、健やかにお過ごしのことと思います、ウイルス感染の懸念を除いては、ということでね、これはね伊藤さんですね。伊藤さん、はい、いつもの伊藤さん、いつもの伊藤さんですよ。はい、お手紙くれたんですか？今回お便りお手紙でくださいましたね。いつもメールでくださってます。珍しいね。ここね、なんかね、この便箋がなんか爽やかだからかなとか勝手に考えて、はい、アトラスラジオを聞いていて時々自分でも疑問に感じていたことのヒントになるような時があってちょっと感心していたりします、多くの方が知らず知らずのうちに自分の抱えている葛藤と向き合って解決の糸口を見つけているのではないかと思います、そうでない方もおられるでしょうが、先日の近光さんリーディングの火星での話、とても分かりやすいイメージの映画がありますので参考までに。デューン砂の惑星という映画です。多分前世でその光景を見たか体験した人にはピンとくる内容です。さて私は最近夢で地底の巨人の住むエリアを巡っております。地底の巨人の住むエリア。夢で地底の巨人が住むエリア回ってる。回ってるですって。はい。夢で回ってる。回っている。どういうことなんですかね、それ。夢を見るとなんかそういうね、夢を見るんじゃないですかね。で、それがまたね、前世と関わりがあったりするのかもしれませんね。はい、いろいろなもの、門だったり階段だったり建造物がやたら大きいので圧倒されております。地獄の門かな。ねえ、そうなんですかね。はい、人の姿はほぼ見かけません。それでも気配は感じており、なぜか嬉しいような懐かしいような心持ちになっているのが不思議なところです。彼ら巨人たちとの接見の時も近いのかもしれません。昨夜の夢では地上人の避難エリアで元気の良い子犬に会いました。何度も私の前を行ったり来たりして喜んでいる様子でした。先日のお便りの中に猫用にリヤカーを調達という方がおられましたが、私はその方に大丈夫ですと伝えたいと思いました。それから家の近くのある家の庭に植えてある笹竹がたくさん花をつけているのに気がつきました。竹に花がいっぱいあると。ああ、竹に花か。花、はい。それ現実社会？これはですね、これは現実ですね。竹の花は不吉ですよ。ね、聞きますよね。はい。そう、なんかね、ウルトラQかなんかでそういう話があったんですよ。あったかもしれない。竹の花が100年に一度でしたっけ、なんか。だから新聞記事で読んだ記憶ありますね。あ、そうですか。はい。ですね。今年は飢饉の年になるかもしれません。少しずつ保存の効く食品など備蓄しておいた方がよかろうと思いました。よろしければ参考までに。地球人類は火星に移住することになるか。私は地球ですらちゃんと扱えていないので、火星先住の方々に対して我々が押しかけていったところで迷惑なだけだと考えております。ですから、イーロン・マスクの考えには疑問を感じております。イーロン・マスクの考え。ロケットも爆発してましたし。最後に一点、過去の幽霊の目撃談はよく出てきていますが、最近の特にここ5年くらい前からこちらまででそのような体験をされた方はやはりいらっしゃるのでしょうか。私は今全く感じないのです。見ることもありません。幽霊さんたちのいるいわゆる、ぬるゾーンがなくなってしまったのではないかと考えています。自分が変わったのか、やはり何か起きたのか知りたいところです。夏に向かうこの季節、軽く汗をかくくらいにして体を整え、皆様も元気に過ごしてください。今年の夏、異常に暑いそうですので、警告ということですね。そうですね、幽霊のお話も結構ね、何十年前のお話ですとかね、結構昔のお話とかありますし、でね、私がなんかこう歌っているのを聞いた、何者かが歌っているのかを聞いたやつももうね8年前のことになってしまいましたし。なんですかその何者？なんかイギリスのホテルでトイレに起きた時、なんか誰かが歌を歌ってるのが聞こえたんだけど、何も見えなかったんです。はい、でも結構ね新しめじゃないですか。まだ10年以内の。それ実は、あの腹話術人形みたいにこうやって。なんでそんなこと。ネタ口で旦那さんが言ってたんで、はい、やりませんよそんなこと。旦那さんがやりませんよ。そうですね、確かになんか5年くらい前とかのね、なんか新しめの体験談そんなにない気もしますね。でもまあ最近幽霊が見なくなったって伊藤さん言ってるでしょ。はい、ライブさんこの前見たじゃないですか。あ、この前見ましたね。事務所で見ましたもんね。あ、そうでした。ちょっと忘れていましたけどね。煙の塊。はい。ということでね、ぬるゾーンがなくなってしまったのではない。ぬるゾーンって何ですかね。私もちょっとわからなかったですけど。ね、幽霊さんたちのいるいわゆるぬるゾーン。はい。ということですね。幽霊がいるエリアがなくなってしまった。なくなってしまったかな。はい。このデューン砂の惑星っていうのはなんか変なね、あのなんだっけな、あれネズミじゃなくてミミズみたいな大きなミミズが出てくるやつでした。そうそう。あ、わかりました。吸い込むやつね。はい。吸い込むやつ。はい。という砂の惑星。そう。はい。ということですね。何かありますか？特にない。特にないですか？はい、どうも伊藤さんありがとうございました。はい、次がですね。多分伊藤さん、あの巨人の国を回ってるんだったら、その話聞きたいですね。そうですね。寝ながら。あ、寝ながら聞きたい。不思議な人ですね。寝ながら聞きたいんですか？いやいや、寝ながら回ってるんでしょ？夢の中で回ってるんですね。はい。別に伊藤さんの話を、こう伊藤さんの膝枕で寝ながら聞いてあげるとか、伊藤さんの膝枕で寝る、そんなことは言ってませんよ。てるさんにぶっ飛ばされますよ。殺されますよ。殺されますよ。そんなこと言ったら。殺されます。殺されます。ということでね。はい。はい、ということで次がですね。山口先生、アイムさん、タートルカンパニーの皆様、毎日 YouTube に配信ありがとうございます。東京在住のひなぽんです。ひなぽんさん。アトラスラジオは2年ほど前からほとんど毎日拝聴しております。メールは2回目なのですが、1回目を読んでくださったかはすみませんが、確認できておりません。あれ毎日聞いてる割には確認してない、ね、ちょっとね、調べてみましょうかね、ひなぽんさんね。はい。で、すみません。今回メールしましたのは、山口先生をはじめ能力者様方に感謝の気持ちを伝えたく、苦手な文章を何度も書き直し、これでも長くならないように送らせていただきました。今回は夫の病気のことで聞いてください。2020年7月、夫は体調不良のため長年の建築業を退職。8月から体のあちこちを治すため病院に通うようになりました。年は64歳。建築業の方は夏の暑さと冬の寒さと戦い、休みが日曜や祭日だけなので病院に行けず、仕事が先で体のことは後になっている方がたくさんいると思います。夫も病院へ行くように声かけしても長年、20年以上、仕事休めないんだよと逆ギレしていました。まさかの事態になったので、どうか建築業の方はもちろん、医者嫌いの方はお願いではから、お願いですから、病院と仲良くしてほしいです。さて、8月から発症した6つの病気と戦う日々が始まりました。6つの病気ですね。これ大変な。はい、アトラスラジオを聞いていた私は、近光さんのノートで鑑定をお願いしました。夫の一番重い病気について、生アーモンドを勧めてくださいました。さっき話題に出た生アーモンド。生アーモンド健康法はいいですよ。いいですね。はい。もちろん実践しましたが、薬の副作用で口全体の口内炎や味覚障害やらで生アーモンドを食べられない日の方が多かったです。近光さんは何度もメールの返信をくださいました。追加の鑑定料をお支払いしますとメールしましたが、追加の鑑定料はいらないですよと返信してくださいました。また、四国での帝国心霊学園の告知に飛びつくように申し込みしたのですが、残念ながら夫の介助が続いておりまして、お電話くださいましたが、よく考えて断念しました。しかし、会える日を待っていますとメールくださいました。近光さんの欲のないことが本当に分かりました。出会いやタイミングも不思議で、あまり親しくない友人のお葬式に行くと、目の前に前から会いたかった区議会議員さんがいて相談できたり、具合が悪い時に地方に嫁いだ娘がコロナなのに幼い子供3人を連れて飛んできてくれてパワーをもらったり、近くにいる息子とお嫁ちゃんも力になってくれています。私の職業は今は介護職で、少しですが薬の名前と効力を学びました。介護職の友人や訪問看護さんたちもとても人柄が良く、全力で助けてくださいました。タートルカンパニーさん、船橋で1ヶ月前に近光さんとアーリンさんの鑑定に行きたかったのですが、仕事の休みを調整できませんでした。また8月に東京へ来てくれるとのことで、その時こそはお会いしたいです。8月に東京には、でもちょっと近光さんはね、用事で来られないんだっけ先生。そうですね。確かアイリンさんはいらっしゃってくれますかね。近光さんのスケジュール調整がつかなかったんですね。ちょっと残念ながらね。そうですね。はい、だから7月の鑑定会は、はい、アーリンさんと、はい、成美月香と、はい、柴原さんと、はい、新藤貞明のスタメンでいこうかなと思ってます。なるほどですね。はい。ということですね。はい。ですね。さて、夫は去年8月に余命1ヶ月と言われ、さまざまなきつい治療を受けました。10ヶ月で4回の入院、そのうち3回の手術、いつもどこか痛みがあり、痩せていく夫に2人でできることは全てやろうね。といつも声かけして頑張ってきました。そして重い病気の心配と同時に発生するのがお金の問題です。しかし、山口先生と近光さんに近づいてからか、または未来に困っている自分を想像しないで、お金が回ってよかったとイメージして過ごしてきたのが良かったのか、また山口先生が1ヶ月前に見るだけで運気が上がる動画をアップしてくださいましたので、アーリンさんと近光さんのパワーを何度も拝聴して受け取ったおかげもあり、現在はいろいろな助けがうまく動き、1ヶ月10万円以上かかる医療費に困らなく過ごせていまして、不思議だらけです。なんかね、良かったですね。本当にお金もね、かかるんですよね。病気になっちゃうとね。はい、夫は特例であり、奇跡のタイミングに運ばれました。病気の回復も奇跡が多く、また素晴らしい友人に囲まれまして、ポンと高額のお金を振り込んでくれる友人もいました。また、夫の仕事復帰を待っている方がすぐ仕事ができるように、一人親方の登録、これお金がかかるそうです。を済ませてくれたり、車ですぐに飛んできてくれる友人に囲まれています。友人のパワー、訪問看護、訪問治療、私の愛、子供たちや孫たちのパワーで夫の周りを固めております。私も60歳になり、最後の就職で介護職4年になり、コロナ間でも一日も休まず働けております。アーリンさんがすべてうまく流れますように、と近光さんがフォースを送ってくださり、一日も困った日がないのです。私もやっとお手紙を送れる時間ができました。今までは我が家はコロナとかワクチンどころではありませんでした。夫の治療が始まってから10ヶ月経ちました。5分歩けなかった夫が今日は傘を杖にして30分も歩きました。後ろ姿を見て涙が出ました。夫は俺は必ず仕事復帰するから、皆復帰を待っているから、俺を頼っている若い衆も何とかしてやらなくちゃ、お前も守らなくちゃ、と前向きでプライドもあり、この前向きな気持ちからも回復につながったと思います。やっぱり長くなりすみません。いいこともたくさんありまして、夫はいくつかの病気と闘いましたが、一つ残念ですが、今年の2月に右目が失明しました。このことには彼も私も涙しましたが、夫は私の前で涙を見せませんでした。眼科医は視力は諦めてとのことですが、前向きの夫にまた奇跡が訪れると確信しております。つきましては、彼の様々な病気と右目にパワーを送ってほしく、近道さんのロザリオの購入を希望いたします。どうかよろしくお願いします。ロザリオね、もう少ししたらですね、申し込み再開するので、もうちょっとお待ちくださいね。これもう一個欲しいってことですか？いや、もう一個じゃない。多分ね、これが初めてなんじゃないですかね。近道ロザリオ、そうですね、もう少ししたら再開できるかと思いますのでね。そうですね、もう少々お待ちいただきたいと。はい、手作りグッズですからね。はい、ノートで近道さんにお願いするのは恐縮なので、アトラスラジオさんの行列に並びます。山口先生が皆様の幸せのために能力者さんのパワーをお金目的でなく配信してくださりありがとうございます。これからもアトラスラジオを応援させていただきます。ということでしたね。霊感はないのですが、不思議体験が少しあるので、またメールさせていただきます。ということでした。ね、すごい不思議ですね。旦那さんなんかどんどん良くなって。まあ、考えようですよね。ね、この余命1ヶ月と言われたのに、回復してきてくるっていうのはすごい。そうですね。すごいことですね。精神力ですね。はい。やっぱり生きようっていう気持ちでしょうね。そうですね。はい、ということでね、ロザリオは一つ2500円でございますよ。はい、で、あとですね、お手紙読んでくださったことは、読んだよと返信お願いしたいということなんですけれども、お手紙読んだ方には、まずね、初めての方には開運はがき。で、2回以降の方にはステッカーが送られてくるので、で放送より先にそれが送られてきちゃって何だろうって思う方はいらっしゃると思うんですけれども、ね、送られてきたら放送で読まれるという合図ですので、ね、楽しみにお待ちくださいね。でちょっとね、悲しいお知らせがステッカーがねちょっとなくなりそうになってきて、で今追加で発注をかけているので、ちょっとステッカーが手元に来るの遅くなっちゃう方がいるかもしれませんね。ということで先に言っときますね。ステッカー来ないぞ。でもそのうち送られますので大丈夫です。はい。ということでですね、ひなぽんさん、ね、不思議なはい、良かったですね。旦那様もね頑張って回復していただければと。はい、ということでありがとうございました。はい、次がですね、アニマルクラブが終わったんですかやってきましたよ。終わりましたよ。はい、じゃあ。何ですかこれは。はい、アニマルクラブですね。こちらが、はい、多分アイムさんと私は同い年ぐらいです。で、この方ですね、1学年上ということが判明しました。1学年上ですね。名前がですね、M さんとしてきますよね。1学年上の、男性の M さん。はい、私も動物好きで、かつては小木坂オウムやインコ、その他の鳥、犬、ハムスター、モルモット、ハトなどのを飼っていました。あ、なんかいろいろ飼ってましたね。飼ってるんだ。今は西アフリカトカゲモドキしか飼っていませんが、先日初めて繁殖に成功し、今続々とフランキで孵化しています。動物の話題も楽しみにしております。ということで、ね、写真とかね、なんかすごい珍しいですよね。西アフリカトカゲモドキということなんだろうと思ったらですね、はい、まだありますよ。はい、さて、ここ数年、黒目がちな目とゆっくりした動きで人気が上がってきています。ちなみに普通は、ヤモリはまぶたがなく透明な膜が目にありますが、この種はまぶたがあり、パチクリしています。よってトカゲモドキと名付けられています。はい、売価数万円ですが、数万円ですって。モルフ、種類が高価な個体の写真をここに添付しますね。ということで、すごいです。この数万円のやつがたくさん孵化したんですか？そうみたいですね。これはすごいですね。で、ゴーストオレオパターンレスという西アフの中でも最も高価なモルフで10万円以上、20万円までくらいします。アルビノではありませんが、白に近くてほとんど模様もありません。なんかね、すごい怪獣みたいな感じじゃないですか。こんな感じなんですか？こんな感じですって。で、なんか可愛いですね。可愛いですね。そうで、カラー写真だともっとこうなんかね、透けてる感じの色とかで、ね、本当にヤモリだなっていうのがわかるんですね。はい、ということでですね、写真は補佐官に載せてもらいますね。なんかちょっと隠れているところの写真もあって、岩の苔となんか保護色みたいになっちゃってる写真もありますのでね。はい、ということで M さん。どうもありがとうございました。はい。はい、次が。はい。昭和ネタがやってまいりましたよ。昭和ネタですか。はい。はい。山口敏太郎様、アイムさん、タートルカンパニーの皆様、ニーハオ。ニーハオ。お久しぶりのコスケです。コスケさん、なぜにニーハオなんだろうという。なんでニーハオなんですか。中華街から。中華街からですか。お手紙ですか。いいですね、中華街ね。はい、ブルマの話を取り上げていただいてありがとうございます。スカートめくりの話が取り上げられていましたね。私たちはスカートの下にブルマを履いていたので、スカートをめくられたからといって男子をボコボコにやり返したりはしませんでしたが、男子は女子にやめてよーと言われたくてたまらないマゾ体質なんですかね。多分そうでしょうね。そうなんですかね。さて、私小助はカセット型ウォークマンが発売された年度の3月に高校を卒業し、卒業祝いにウォークマンをいただきました。ああ、流行ったね、ウォークマンね。ウォークマン流行りましたね。はい、すごく嬉しかったです。今のウォークマンからすると信じられないサイズ感でしたが、時代の最先端でしたね。でかかったもんね。でかかったですね。でかくてこう分厚くってね。で、そのうちなんかね、松田聖子さんがこう着物のなんか胸元に入れられるくらいこう薄いナッツとかに、ね、なりましたけどね。で、今でもウォークマンよりみんなスマホで聴いてるんですかね、音楽とかね。スマホで聴いてますね。聴いてますね。はい、うん、スマホで、はい、そうだな。今ウォークマンとか聴いてる人いるんですかね。はい、私実はウォークマンじゃないんですけれども、すごい超小型の、あのウォークマンっぽいやつで聴いてます。カセットで？カセットじゃないんですよ。SD カードに録音して聞いてます。あ、そうですか。パナソニック製のやつで、もうね、3代目ぐらいのやつで、それがすごい気に入っちゃって、壊れても壊れてもそれを買ってます。ね、軽くて、こう、ペンダントタイプなので、いいんですよ。とてもなんか宣伝しちゃったけど、別にパナソニックさんの回し物ではありませんけどね。はい。ウォークマンがサプライズでもらえることが分かっていたら、ダブルカセットデッキは買わなかったのになぁと、ちょっとショックでした。ビンタロウさんもアイムさんも使ってらっしゃいましたか？オートリバースのダブルカセットデッキは録音するのに便利でしたよね。ダブルカセットデッキ持ってましたね。はい。逆になんかガチャッチャ。はい、そうですね。カセットテープってなんかあれ、いちいち裏側にひっくり返してたんでしたっけ？昔はそうです。そうでしたね。昔は。はい。そうそうそう、使ってましたよ。コスケ、最新機器にはめっきり疎い昭和型シーラカンスと化しております。もうすぐ6月になります。今は扇風機で暑さをしのいでいますが、そろそろエアコンの季節になりますね。4月から電気料金が値上げになったのでエアコンをつけるのは怖いですが、熱中症予防のためつけないわけにはいきませんね。この夏災害などありませんように、コロナが収束し平穏な日常を取り戻せることを願います、ということですね。そうですね、なんか扇風機も今こうなんか真ん中が空いている、ダイソンでしたっけ、なんか真ん中が空いている扇風機とかね、あれ不思議ですよね。不思議ですね、あれね、なんでしょうね。でもこう羽で怪我することなくってね、安全じゃないですか。いやでも、あのこう回ってる扇風機の羽を止める、やりませんでした。やりましたね。危ないですよね。あれ危なかった。危ないですよね。特に赤ちゃんとかね、突っ込まないようになんかカバーみたいのをして、ね、カバーありましたね。赤ちゃんが近い、だって下手に突っ込んで指が切れちゃったらね、そうですね、そうですよね。もういろいろとね、電気製品がね進化しましてね、そうですね、はい、ということでね、ダブルカセットデッキ、うちもまだ使ってますよ実は。ダブルカセット壊れないから使ってますよ。でもカセットテープの方がなんか同じ場所何回も繰り返し聞くときに便利じゃないですか。そうですね、そうそう、なんかここの歌の音程がよく取れないとか思って繰り返しその部分だけカセットをずっと録音してて、はい、再生してて、はい、使ってるうちに、はい、カセットがボーンって出てきちゃう。ってもう出てきちゃって、もうポンと飛び出しちゃう。もう捨てちゃいましたけどね。でもね、わかります。テープがね、伸びすぎてね、絡まって、機械に絡まっちゃう時とかもありましたね。ありましたね。貴重なテープなのに絡まっちゃったとか。あれ、もうすごい、もう丁寧にこう、取ってくるんですよ。取ってますけど、やっぱり。ちょっとね、音が乱れる。乱れますし、あと、そうそう、ビデオもですね、ビデオテープも。そうです。ビデオデッキに絡まったらもうアウトですからね。いや、僕もあれ、もう慎重に取りますよ。慎重に取ります。取りますよ。でもなんかやっぱり一回絡まっちゃうともうなんか癖になっちゃうみたいで、ダメですね。次回もう本当にぐるぐるに絡まっちゃったりということがありましたね。ありましたね。はい、今はもうブルーレイに、そうですね、なってしまいましたけどね。馴染めないですね、僕ブルーレイとかに。ね、ブルーレイはね買ってないんですよ。なんか馴染めないみたいな。だからもうブルーレイ持ってるのを当たり前のように言うじゃないですか。言いますね。送りましたから、VTR、送りましたからって、来たらブルーレイ。で、ブルーレイのレコーダーはありますか？ない。プレイヤーないんですか？我が社ない。ないです。そうですね。困りますよね。私も全然なんかね、ブルーレイ買おうとか思わないんですよ、全然。そうなんですよね。ということですね。はい。小助さんどうもありがとうございました。こんなもんですよ。終わりですか？終わりですね。ということで前半はお芝居、今回ね後半がねないんです。後半がないんですか？後半がないんです。これでおしまい。はい、おしまいです。ちょっとまたネタが溜まるのを待ちましょうね。ピンチですね。ピンチですか？でもその前にもういろいろとなんかね、リーディングとかいろいろあるじゃないですか、ね、そうですね。そう足りないかもしれないな。足りなかったらまた先生の緊急生配信。一言だと思ってるでしょ？思ってませんよ。緊急生配信。いや、なんだろう、どうしたんだろうって思って聞いてみたら、ゴリラがあって。あれで、チャンネル登録者が減りましたからね。30人減りましたからね。減りましたよ。だって別にね、ゴリラの話題でもいいじゃないですか。ゴリラとゴリラのゴニラっていうふうに間違えて書かれていた。でもう浅草花屋敷に着いたのは、ゴニラっていうのはこれゴリラのことじゃないかっていう話を永遠保坂と俺からしてたら、30人減りましたよ。30人も減ったんですよ。どういうことですか？その方たちに戻ってきてもらうにはどうしたらいいんですか？どうしようもないですね。錦蛇はどうなったんですか。錦蛇ね。あ、リーディングありました。リーディングしてもらってね、その楽しみ。衝撃的な結果出ましたから。ね。録音しました。衝撃的な結果ですか。出ました。なんか楽しみだな。でも家具屋の見立てだからね。どこまで当てるかわかんないです。で、当てるとき当てますよ、あの方は。外れることもありますけどね。結構当たってますよ、いろいろと。当たってるかな。当たってますよ。それもっといろんな人に見てもらうのダメなんですか。それこそ怒られないリーディングのいいネタじゃないですか、錦蛇。そうですね、錦蛇ですね。だからクイズダービー形式で誰どの超能力者が当てるかって僕らって面白そうです。うまい棒がもらえる。そうしようか。あ、そうします。これ面白そうですね。うまい棒争奪戦ね。うまい棒争奪戦。誰が錦蛇の居所を当てるか。まあ家具屋はもう結果出てるんですよ。こういう結果が出ましたんで、まあ今日か明日あたりアップされます。アップされますか？期待してる。期待してますね。はい。じゃあさよなら。あれ？なんかそれで終わっちゃっていいんですか？終わっていいんです。いろいろといいんですか？はい。